こんばんは、あおりでございます。今日はちょっとお話動画みたいなのを撮ろうかなと思って動画を回してます。実は私ですね、明日で高校1年生が終了いたします。お疲れ様です。本当にいやー、長かったようで短かったですね、本当に。で、まあ、次は高校2年生が始まるということで、まあ、今回高校1年生になる方、中学1年生になる方とかいると思うんですけど、これ見てる方でね、ちょっとまあ話したいこといろいろ話そうかなと思います。まあ、まずね、一番はやっぱり命なのは友達作りだよね。私は高1入りましたって時に2日間ぐらいみんなまだちょっと慣れてないからなんか話したりとかはできてなくて、3日後ぐらいに入学式から3日後ぐらいにものすごくみんな仲良くなったの、一気に。まあ、なんかなんでか忘れちゃったけど、なんかみんなで空いてる時間に写真撮ったりとか、いろんな子に話しかけてみたりとかしてお友達ができたっていう感じなんですよ。なので、まあ、最初は話しかけることが大事かな。一番最初に私話しかけてくれた子がたまたまなんか幼稚園がもともと一緒だったみたいで、なんか知り合いだったんですよ、その子のママと私のママが。で、なんかその子が話しかけてくれて仲良くなったって感じなんだけど、私高2はもう絶対知らない子がいて自分から話しかけるって決めてるので、まあ今見ている方もよかったら一緒に私と自分から話しかける努力をしましょうっていう感じだね。私こちらの動画見てくださった方はわかると思うんですけど、小学校中学校とあまり学校生活が楽しくなかったんですね。まあ別にそういう大きないじめがあったとかそういうわけじゃないんだけど、周りに馴染めなくて、私がその周りに追いつけないというか。で、まあ小学校の時は本当にお友達はほとんどいなくて、中学になって特定の友達はできたけれども、やっぱり周りには馴染めなくてみたいな感じだったんだよ。だからもしこの動画でも話したけど、小学校とかつまんなかったよっていう子がいるのであれば、いつか楽しい時はいつか来ると思ってるの、私は信じてたら高校が楽しすぎたので、よかったらみんなもそう信じて前向きに行きましょうね。で、私はまあ次高校2年生ということで、まあそろそろ本格的に進路を考えなきゃいけないと。この前受験だったはずなんだけどなーって感じなんだけど、なんか早いね、本当に。高校1年生のなんか写真とか見ながら話してみようかな。まず入学してみんなと仲良くなった後にすぐ遠足の決め事をしました。遠足が公園行ってそこでカレー作りをする、カレー作りで仲を深めようみたいな感じだったんだけど、それでグループ作ってみんなで遠足を行きました。めっちゃ楽しかったです、この時。そこでちゃんと仲良くなれた、そこのグループがすごい仲良くなって今も仲いいグループだから本当に良かった、これがあって。でその後は何があったかな、高校で仲良くなったメンツとカラオケ行ったりとかしてみた、楽しかったです、めっちゃ。あとはダンス部に入りましたね、私、部活に。今まで小学校のクラブ活動は日本文化クラブっていう独特のやつに入ってたんですけど、それと体操クラブ、ダンスクラブ、小4が日本文化クラブで、小5が、体操クラブで、小6がダンスクラブっていう感じでやってて、中学に入って演劇部に入りました。で今はダンス部で活動しているっていう感じですね。でまあ初のテストがあったり、なんかすごいなんか楽しそうな写真いっぱい出てくる懐かしいな。学校近くで遊んでる写真とか、あと体育祭もありましたね。体育祭は私体育院やってて、実は
みんなと協力できて本当に楽しかったです。まあ3年間体育やれたらいいなと思ってます。楽しいんで。体育祭もね、結構みんなと仲良くなれたよ。だから結構行事ごとは大切にした方がいいかも。でもそっか、体育祭が終わった後はもうみんな仲良かった。うん。であとはですね、夏休みが始まって、あ、夏祭り行ったり、楽しかったね。なんか初めて遊ぶ子とかもいっぱい夏休み遊んだし、その同じクラスの子とかも遊んだし、楽しかったね。お祭りとかだとやっぱ遭遇するんだよ、その同じ学校同じクラスの子とかで、あ、やっほーみたいな、楽しかった。ここでね、夏休み前と夏休み明けた後とかめちゃめちゃ私ね、友達と水遊びをしてたの。まあ平日で、まあちょっと夕方らへんだからあんまり人がいないの、子供とかも帰っちゃってるから、から遊びまくってて、制服びっしょびしょにしてママによく怒られてました。まあ今年の夏もやりたいです、本当に。で、出ました文化祭。私この文化祭でダンス大失敗しまして、実は。やったんだけど、ものすごい失敗しました。文化祭も文化祭が多分一番みんな団結したというか仲良くなった時間だったかな。その準備が楽しかった。やっぱり文化祭当日はなんかほとんどなその部活の部室の方にいたりとかだったから、ほとんど見れてないの実は。だからあんまりね、どういう感じだったかはわからないんだけど、楽しかったし、めっちゃ緊張した。なんか午前の部と午後の部があったんだけど、午前の部はまあまあまあうまくできたんだけど、午後の部パパとかママとかもいるのに大失敗しましたね。恥ずかしかったです。で、私のクラスお化け屋敷をやりました。一気に仲良くなったね。これはもう本当に日常生活過ごしてて、別に大きなイベントとかもなくかな。ああ、言ってなかったけど、いつだったかな、10月11月ぐらいでバイトを辞めました。私その時にバイトを辞めまして、5ヶ月間やってたから6月からかな、6月から5ヶ月間バイトやってて、ちょっとしんどすぎて辞めました。でも、もうね、あのバイトを新しく見つけて、今はあのもうすぐ私面接があるので頑張ります。それからですね、これ誕生日がありましたね。私誕生日友達と過ごしました。初めて誕生日を友達と過ごしました。毎年親でした。別にママとパパとかの誕生日めちゃめちゃ楽しいんだけど、お家でゆっくりできるし、ただやっぱり憧れなわけよ、友達と誕生日過ごしてるとか。なんで楽しかったです。そっからクリスマスがあって、冬休みかな。クリスマスイブはね、実はね、あのメイメイとね、私着ぐるみデートしたの実は。松丸くん来て、メイメイがマイメロ来てみたいな。そう、楽しかった。また3学期が始まって、そうだ、部活めちゃめちゃ頑張って、でその文化祭の時の悔しさをバネにしてめちゃめちゃ練習して、三層会は実は私一個も間違えずに終わったんです。本当に楽しかった。あれはなんかもう自分で泣きそうになるぐらい頑張ったから、本当にうまくできてよかったです。ただ一番苦手だった早着替えがうまくできたんだけど、そう、このワンピースの中に違う服を着てこう脱ぐみたいな、脱いでズボン履いてみたいな、急いでやっててマジで焦ったけど、その後に間に合ったので、普通に、あ、よかったと思って、こう入場して足をくじきました私、ガイッつって。本当に焦ったけど、あの転ばずに歩けました。その時はね、みんな気づいてなかったんだけどね、メイビーだけ気づいてたの、見えてたよってバレてました。で、三層階でめちゃめちゃ頑張りました私。で、頑張った後にメイメイとプリキュアの映画を見たと。初めてメイメイが出たこちらの動画、よかったら見てくださいって感じかな。あとはまあいろいろ今年になってスキピができましたとか、スキピと〇〇するとか、そういう動画をね、あげ始めましたっていう感じかな。1年間の思い出ちょっと語らせていただきましたけども、まあね、3学期は
進級できますようにって思いながら、あの限界 JK を迎えていたりとか、高校1年生のその最初の方は、あ、友達欲しいっつって限界 JK 迎えてたりとかしてたんだけど、結果楽しかったです何言われても本当に楽しかったです。高校入る子とか中学入る子とかも、はあはあって感じで緊張してるだろうし、私もクラス替えで今めちゃめちゃ緊張してるんだけど、落ち着いてね、あのどのクラスになってもいいようにお友達を作る練習をしましょう、いっぱい話しましょうということでね、今日はまあ1年間の振り返りと、まあ、アドバイス的なことをしました。皆様も新学期頑張りましょう。そしてもう卒業された方とかお疲れ様でした。私はもうすぐというか明日あの1年生が終わるので、まあ、1年生2年生終わる方お疲れ様でした。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。